気になるお腹、背中、お尻、太もも、かっこいい体になりたい、そういった方は普段行わない筋トレメニュー、あまり使ってない筋肉というのが早く痩せるために近道なんです。頑張っていきましょう。今日も一歩前進しましょう。うつ伏せでまずは行います。スマートフォンセットしてください。まずは上体を反らしてキープしましょう。少しずつメニューのレベルが上がっていきますんで頑張ってください。ストレッチからだんだん筋トレに変わっていきます。たくさん使っている筋肉を伸ばして使われてない筋肉を使っていきます。 OK です。今度は手で床を押して体を持ち上げましょう。半分手で体を持ち上げます。胸、二の腕の筋肉を使っていきましょう。今回は少し長いですがしっかり動くことで理想体型を手に入れることができます。 OK、 よっしゃ。今度は肘ついて体を持ち上げてキープしましょう。もし辛くなったら休んでもいいですし、体を下ろしてね、また持ち上げてもいいです。とにかく最後まで動くことが一番大切です。筋トレを行うことよりも最後まで体を動かすことがね、大切です。頑張りましょう。OK、 今度四つん這いから体を下ろします。フォームは見ながらやってください。 OK、 次は上向きです。膝を抱えていきましょう。1週間に60分の筋トレがおすすめと言われてます。その2ヶ月行うことで基本的に体型が変わっていきます。この動画を週に3回行うだけで継続していけばですね、体型が理想になっていきますんで。 OK、 今度股関節回しです。できるだけ足の力を抜いて回してください。足疲れたらね、休んでもいいです。マイペースでやってください。いきなりできる人もいればできない人もいると思いますから。OK、 次は反対足です。今回のメニューで弱い筋肉、使われてない筋トレメニュー、固まっている筋肉、バランスが全部取れます。いろいろ動画があってわからない人はね、今回のメニューだけをね、週3回するのもおすすめです。両膝、
平泳ぎのイメージです。今度ね、膝を交互にいきましょう。少しつま先を開いて足を動かすとやりやすいと思います。寝たままスクワットをしているようなイメージです。ただしっかりももを抱えた方がいいです。あんまり膝がね、こうやって曲がらないように太ももを抱えるイメージ。腰を少し丸める感じです。足を伸ばしてゆっくり足を入れ替えましょう。辛くなったら休みながらやってください。ただね、動画止めちゃうとねもったいないんで、できるだけ最後までねできるメニューがありますんで、休みながらできることをしていきましょう。今度はうつ伏せです。もも裏をね、こうやって上げましょう。斜め上にね、足上げる感じ。もも裏と尻が弱い人は足が上がらないかもしれませんが、こんなのでもいいです。できるだけね動くことが大事。できる人はね、もうこうやってやってもいいです。できる人は OK。 今度は今の下半身に次上半身、少し手で床を押す。このメニューがね、弱いとこを鍛えて、使いすぎてるところをストレッチできます。頑張って。しゃあ、もう結構やってますね皆さん、すごい。OK。 今度は膝ついたままで体を下ろしてあげる。膝ついたら両手と一緒です。できない人はね、一回体を下ろして持ち上げてゆっくり降りるっていうだけを意識してください。できる人は普通にやってください。
と難しくなります。今ので片足を持ち上げたままでやっていきましょう。辛くなってきたらね、体を床に下ろして持ち上げてからでもいいです。テストは任せます。OK、 次は反対、ちょっと辛いかもしれませんが頑張っていきましょう。 OK、 女性はちょっときついと思うんで、見ててもいいし真似だけしてもいいです。男性は頑張っていきましょう。OK、 はい、今度上向きです。低い手で、ね、足を伸ばして戻す。足伸ばしたら一回止まりがある感じで、今度は足を下ろしたら起きる、戻る、足を下ろしたら起きてまた戻る。戻るときは少しゆっくり、オッケー、よっしゃ、うつ伏せです。もう一度お腹を伸ばします。これでいいです。肘ついてお腹を伸ばしましょう。ちょっとね、体を揺らしてもらって一回リセットしましょう。オッケー、よっしゃ、次上向きです。足肩幅でお尻を上げる、これでキープ。お尻を上げるっていうよりも腰を丸めた状態でね、鼠径部を上に持ち上げる感じです。お腹がね、こうやって反れないように腹筋の力を入れたまんま、これでキープ。 OK、 今度は動かします。お尻上下じゃなくて腰を丸めて、腰を丸めながら下げる感じ。腰丸めるときに、ね、上体が少しね起き上がりたい感じにできてると、うまいことできてます。ただね、こうじゃなくて腰を丸めながら床につける。OK、 よっしゃ、では立ちます。あと少しです。足肩幅を広げてかかと上げる、これで、ね、体をね揺らしましょう。もも辛くなったらね、少し上がってもいいです。か
と上げたまま揺れる。下半身もしっかりね使わないと代謝が上がりません。OK、 次はね片足立ちでバランスを取りましょう。スマホ見ながら止まっとくよりはちょっとね浮かしてる足をねバランス悪くする感じで動かしてください。低くなってもいいですし上がってもいいです。バランスを悪く自分でさせてください。バランス崩しながらキープ。OK、 次は反対。今からも足ばっかやっていくんで難しい人は置いてもいいです。結構スマホ見てるとバランス取りにくいんで置きながらねバランス悪くさせた方が簡単かもしれない。変わった体勢になりながらね。OK、 今度はボウリングの球を投げるイメージ。こういうボウリングの球投げるイメージでスクワットする感じです。バランス崩したら足ついてもいいですからね、無理にねキープしてこけないように。難しかったらおとといです。スマホ見ながらやってください。 OK、 次は反対。反対になると難しく感じますよね。これがね弱い筋肉を鍛えられてます。オッケー、今度は歩く感じ。こういう感じでスマホ見てもいいし、もう置いたままでもいいです。メニュー分かったら見なくてもいいです。後半はね同じリズムで動く有酸素運動的なねメニューになってます。ちょっと呼吸を戻しながら、じゃあ反対です。あと少しで終わります。これだけでもすごい体幹がね鍛えられてますんで、片足で動くのとねやっぱ歩くの全然違いますんでね。時間動く、これぐらいのね30分も動かないけど10何分20分ぐらい動くのが一番ベスト。 OK、 よっしゃ、再三座りましょう。体を楽にね、足も開いていいです。とにかく体のね力を抜いて疲れを全部ね飛ばしましょう。気も戻しながら疲労物質を飛ばしていきましょう。3, 2, 1, OK です。
お疲れ様でした。頑張って続けてみることで理想の体型が早く手に入ります。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えてください。